1960年当時のナイジェリアの州。南の一番小さな州が、東部州東部州はかつて、ナイジェリア南東部に置かれていた州。21世紀の現在では9の州に分割されている。イギリス植民地の南部ナイジェリア保護領の東部に置かれたものが前身である。1960年のナイジェリア独立から1967年まで、北部州、西部州ともに、 大幅な権限を持つ州であった。イボ人が多数派であり、州とはエヌぐに置かれた。1963年に西部州から中西部州が分割された。1967年に中に州正への移行に、伴い東部州の東部中央州、南東部州、リバーアッツ州への分割が発表されると、かねてから予算配分に、 不満のあった東部州首相のチュクエメカオドゥメグオジクはビアフラ共和国として独立を宣言しこれを認めない連邦側と1967年にビアフラ戦争となったが1970年に地が圧された東部中央州は1976年にアナンブラ州とイモ州に分割され南東部州はクロスリバー州に改名された後1987年に アクワイボム州が分割され、1991年にアナンブラ州からエヌグ州、イモ州からアビア州が分割され、1996年にエヌグ州とアビア州からエボニ州、リバーツ州からバイエルサ州が分割された。ありがとうございます。